2010年のコニーアイランドのマーメイドパレードに登場したミスファグファグファグハグはアメリカ合衆国で生まれた英語のスラングの一つ。ゲイとことさらに親しい関係を持ちたがる女性、その中でも特に非同性愛者の女性のことを言う。日本語で言うところのおこげに相当。ゲイを指す、部別的なスラングの一つであるファゴットを短縮したファグを含む言葉でありながらも、 無別的な意味合いは強くはなく、むしろ明るさを含んだ情語として用いられることが多い。英語の芸用語における同意語に、フルートフライ、ホモハニー、フルートループ、フレームダム、フェアリーゴッドマザーなどがあり、これの男性版を指すスラングとして、ファグスタグというものがある。パリス・ヒルトンの有名な発言に、彼氏はいらない、イの男友達が欲しい、イの人たちは面白いし、 おしゃれだし、大抵はセクシーだしね、ホットでかっこいい男はみんなゲイなのよ、などといったものがあるが、こうした発想、態度こそが、まさしくファグハグとみなされるものである。しかし、ゲイ男性の全てが、ゲイに言い寄ってくる女性を必ずしも歓迎している、わけではない。不快感を催すゲームを降り、2011年に、オーストラリアでは、ゲイバーへの女性の入店を禁止することが認められた。 その理由は、異性愛女性客が、ゲイ男性をヘテロにしようとして誘い、不安に陥れるからというものだった。ありがとうございます。